三菱オートギャラリーは、三菱自動車工業株式会社の企業博物館である。三菱自動車工業技術センター内に位置し、電話で予約が必要だが、無料である。二輪専用駐車場がないので自動車、または公共交通機関での来館となる。土日曜日、会社の休業日は休館日となっている。2017年5月22日、リニューアルオープンした。喫茶スペース、マグカフェを新たに設けた。1960年に販売した三菱500から1978年に販売した三菱ミラージュ 1400GLX までの小型4輪乗用車を展示している。過去にジープをライセンス生産をしており、1955年に販売したジープ CJ-3BJ10 からパジェロのプロトタイプであるパジェロ1を展示している。軽三輪車、三菱、水島をはじめ軽自動車、三菱、360、三菱、ミニカ、三菱、ミニカスキッパーを展示している。三菱造船及び三菱内燃機が製造していた三菱 A 型、三菱 PX33、1950年代にノックダウン生産をしていたヒルマンミンクス、ヘンリー J を展示している。コルトフォーミュラ、三菱、ランサーといったフォーミュラカーやラリーカーを展示している。1946年に三菱重工業名古屋機器製作所で製造されたスクーター三菱シルバーピジョンを展示している。かつて製造したエンジンを展示している。ミニカーやプラモデル、非売品のミニチュアなどを展示している。ありがとうございます。